皆さんこんにちは。テーラーメイドプロダクト担当の柴崎です。本日はテーラーメイド契約ティーチングプロの南沢さんにお越しいただきました。南沢さん、よろしくお願いします。今日はですね、今年発売いたしました、ロケットボールズスピードライト、これセットグラムなんですけども、はい、ちょっとご紹介させていただければなと思います、はいはい、だからテーラーメイドさんってセットグラムのイメージとかって全然ないんですけど、はい、今回なんかこのセットグラムを出されたこのコンセプトとか意味合いっていうのはどういうことがあるんですかね。はいはい、テーラーメイドとしてですね、まあ、セットグラブ今まで、発売してこなかったんですけども、まあ、テーラーメイドのブランドがついたクラブなので、やっぱりテーラーメイドのですね、テクノロジーを、注ぎ込んだ皆様に、こう実感していただけるようなテクノロジーをつけたクラブを出したいなというところで、ようやくですね、完成したのがこちらの、ロケットボールズスピードライトという商品になります。なるほどですね、はい、やっぱり、まあ、ロケットボールズというのは2011年に発売されたクラブで、まあ、特にフェアウェイ、ユーティリティを中心に非常に、まあ、大ヒットを生んだクラブなんですけども、この特徴はですね、やはりスピードポケットですね。そうですね、はい、スピードポケットちょっと今見させてもらったんですけど、はい、ウッド、フェアウェイ、ウッド、ドライバー、ユーティリティ、7番アイアン全部ついてますもんね。そうなんです。やはりこれゴルフはミスがつきもので、ミスした時にいかにこのゴルフクラブがカバーしてくれるかと言った意味では、やはりこのスピードポケットがですね、ミスヒットをミスショットにさせないテクノロジーに変わってきますので、全てのクラブ搭載しております。なるほどですね、それがセットになって発売されたということですね。はい、そういうことですね、はい、であとはですね、非常にまあこだわりの部分というと、はい、まあ、キャディバッグの色からもそうなんですけども、はい、メンズとウィメンズのちょっとカラーリングが違うと。なるほどですね、ヘッドも違うんですもんね。ヘッドも違うんですね、はい、メンズはブラッククラウン、はい、そして、ウィメンズはシルバーですね、はい、で細かく見るとですね、シャフトなんかもメンズはサテン調になってるんですね。なるほど、まあ、艶消しと言えばいいんですね。はいはいはい、はい、一方ウィメンズに関してはちょっとグロス仕上げと。なるほど、光沢があって、光沢があって、はいはい、なのでちょっとかっこよく使えるというのと、少し可愛く使えるというところで変えております。このカラーリングも大事ですよね。やっぱりこうかっこよく見せる、ね、強く見せるとか、はい、可愛く見せるとか、まあ、そこにゴルフのこだわりが出るので、はい、そういうカラーリングだとかですね、とってもそういうのを僕も大事にしているし、お客様も大事にしている方が多いので、はい、かっこよくできているし可愛くできているかなと思います。最近はゴルフもすごいブームじゃないですか。そうですね、すごいブームの中でやっぱり一本一本クラブを全部チョイスするっていうと、はい、これからゴルフを始めようとか今までやってたけどじゃあ久しぶりに始めようってしたら大変じゃないですか。そうですよね。その中でやっぱりこの強かっこいいテーラーメイドさんのセットクラブっていうのはめちゃめちゃ説得力がありますよね。ありがとうございます。このクラブが10本のセットになってるんですけど、これは何かやっぱり意味があるんですかね。やっぱりゴルフクラブはルール上は14本まで決められてますので、はいはい、まあ、14本を入れてる方結構いらっしゃると思うんですけども、やはりまあその14本を1ラウンドで使い切れますかという話なんですね。なるほど、なるほどですね、はい、番手間の飛距離の差をしっかり出すためのまあセット内という形になってますので、まあドライバー、その後に3番ウッドじゃなくて5番ウッド、はい、で4番のユーティリティじゃなくて5番のユーティリティ、はい、でまあ、アイアンはメンズは6番から、うん、サンドウェッジまで、はい、でパターと。なるほど。でウィメンズに関しては6番がなくて7番からのセットになってますの です、ね、1本ちょっと少なくなってますけども、はい、より、まあ、ゴルフ場に行った時に、うん、まあ、持っていく番手がすぐに決まるみたいな、はい、そうですね、迷わない。なかなかロングアイアンって私も含めてそうですけど難しいので、はい、なんかロングアイアン打って距離だけでロングアイアン打ってもミスをしてしまって、むしろスコアを崩す、そう飛ばない本当に距離が飛ばないとかミスをしてしまうとか、はい、いうことを考えると、はい、むしろこうやっぱりしっかり打てるクラブだけしか選びようがないというのはう、ね、むしろいいんじゃないかな。そうです、ね、というところありますよね。まあ本当のゴルフの醍醐味は遠くに飛ぶ、はい、球の高さが出るというところなので、はい、まあ、その辺はしっかり表現した内容になっているのかなと思います。なるほどですね。で、どうでしょう、まあ、クラブのですねテクノロジーちょっと代表的なところ、はい、紹介させていただきます。まあ、先ほど言った通りですね、スピードポケット入ってるんですけども、はい、その他にもですね、ちょっとまあドライバーではですね、
もちろんルール上限ギリギリの 460cc。 なるほど、はい、これ結構ですね小さく作ってしまったりするんですが、うん、やっぱりヘッドが大きければ大きいほどボール初速に転換されますし、はい、球の高さにも影響できるので、なるほど、やっぱり、まあ、このセットクラブであってもですね、うん、最大限のヘッドボリュームを持ってきて優しくゴルフをしてもらおうという思いが込められています。なるほど。で、ちなみにメンズはロフトが 10.5、ウィメンズが12度と。これはもう一度のそうですね、はい、どうですかドライバー。いやちょっとこう構えた感じ、軽くグースが入ってますかね。はい、少しこうオフセット入れて。そうですよね、はい、少しグースが入ってる方がやっぱりこれから始める方とかはやっぱスライスする人が多いので、はい、捕まりも良くなってますし、うんうん、あとこのクラブが大きいのでもう構えた時の安心感があって、そうですね、グースがあれば、はい、やっぱりこう大きなスライスとかのミスが減りますし、うんうん、いやトップしちゃうミスも減るじゃないですか、はい、そういう見た目もすごくこだわってらっしゃるなと思いますし、あとバランスですよね、うんうん、クラブのバランスが非常にこのヘッドの重みを感じられるようなシャフトの高度と重量配分になっているので、非常に構えやすいかなという気がしますよね。ありがとうございます。で、あと、まあ、アイアンに関しては、メンズは6番7番はですね、このスピードポケットが入っています。はい、やっぱり宮見沢プロやっぱり下から打つ番手って下目に当たりやすいじゃないですか、うん、そうですよね、はい、難しいですからね。そうですよね、はい、必ず下目に当たってしまうと、その時にボールの高さが出なかったりスピンが増えすぎて止まらなくなったりいうものをですねしっかり補うためのテクノロジーをしっかりつけております。あとはこれですね、ゴルフ場に行ってやっぱりバンカーが、はい、バンカー入ってしまいますね。難しいですよね。そうですよね、パンマーちゃんの方。そうなんです。その時にでもですねしっかり活躍できるちょっと大きめの、はいはい、フェースというのを採用してたりですね、すごい安心感のある、ね、そうですね、顔をしてますね、はい、オーソドックスなんですけども非常にも安心感のある、はい、で、バンスこのソール側にですね、はい、出っ張りもですねちょっと大きくしてるんですね。なので砂の中に入った時にしっかりヘッドが抜けるようなヘッドデザインだったり、なんか特別なバンカーショットいらないですよね。いらないです。バンスがあれば普通に打てばもう出るような感じになってますから、はい、すごく、まあ、アマチュアの方バンカー苦手な人多いじゃないですか。そうですね。でもその方にもしっかりね対応しているというところが素晴らしいですね。使っていただきたい、はい、サードウェッジ、そしてパターですね、はいはい、ピュアロールインサートということで、まあ、打った瞬間にボールの順回転がかかるように設計されたフェースになっています。これ南沢プロどうですかね、我々のテラメンのパターにはこのピュアロールというものがついてるんですけど、はい、まあ、ものすごく転がりがいいので、はい、だ最初お客さんによく言われるのが、はい、ショートしたかと思ってなんでそんな伸びるの、あ言われるんですよ。あと思ったパターが、そうお客さんはなんか僕はショートしてると思ってるらしいんですけど、ボール伸びていくんで、なるほど、いやそれはショートしてるわけではなくさすがにちゃんとタッチ合わせたんですけど、やっぱりピュアロールすごく転がりがいいの で、はい、逆に言うとその強く打つというかしっかりなんていうかなコンパクトにミートしていくことによって順回転がすごいので、特にショートパットですね。なるほど。ショートパット1メートル、メーターのちょっとプレッシャーかかった時にしっかりインパクトすれば転がりがすごくいいので入るんですが、逆に言うとラインをあまり多く読みすぎちゃうと切れない。確かに転がりがものすごくいいので、だから浅めにラインを取っていけるショートパットっていうのはすごくやっぱり武器になるの で、はい、なるほどですね、これは素晴らしいなといつも思っています。テラメンさんのもう買おうとしたら全部ね単品で買わなければいけなかったものがこういうセットで買える、しかもキャディバッグもついてる。そうです、ついてます。もうこのままゴルフ場に行っていただいて、まあ、変な話、ゴルフやられてた方が、まあ、これから始めようという方までですね、本当にいきなりベストスコアが出るぐらいのパフォーマンスを持った、まあ、クラブになってますので、そうです、今日セットクラブご紹介してきましたけども、南沢プロいかがですか。これがあれば十分というクラブがここには入ってますので、このクラブを持ってですねゴルフ場に行っていただければもう素晴らしい、かっこいい、素敵なゴルファーが出来上がるんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。